日本に住んでいると EU 圏内の動きが分かりづらいですが、オランダ空軍が F-35A ステルス戦闘機での初期作能力を獲得した情報をキャッチしました。今回はこのオランダ空軍と NATO 加盟国について詳しく見ていきますね。 NATO 加盟国にはいくつかの決まり事があるみたいです。気になるのがニュークリアシェアリングですね。ドイツもここで戦闘機選定に決め手を欠いていました。2021年も押し迫った12月27日、かねてよりアメリカのロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機 F-35 ライトニング 2A 型の調達を進めていたオランダが、同機の初期作戦能力を得たことを対外的に公表した。初期作戦能力とは、イニシャル・オペレーティング・キャパビリティの略語であり、当該の兵器が実戦配備するに足る必要最低限度の状況に達したことを指し、主としてアメリカ国防総省が扱う軍需関連品の状態を示す用語だ。オランダは同国空軍に2013年に初めて F-35 ライトニング 2A 型のテスト機2機を導入してから、実に8年の歳月を費やして今回の初期作戦能力の獲得に至っており、これは同機の導入国では世界で8番目のものとなっている。国別では古い順にアメリカが B 型を2015年、イスラエルが A 型を2017年、イタリアが A、B 型を2018年、ノルウェーが A 型、イギリスが B 型、日本が A、B 型を2019年、オーストラリアが A 型を2020年と各々の国で、初期作戦能力の獲得は宣言されている。オランダ空軍は2021年までに合計で24機の F-35 ライトニング 2A 型を受領しているが、現時点では残り22機を2024年を目途に調達する計画となっており、合計では都合46機を調達し、随時戦力化を図っていく方針である。 F-35 ライトニング 2A 型を導入する以前のオランダ空軍の主力戦闘機は、現、ロッキード・マーチン社製の F-16 ファイティング・ファルコン MLU、AM、BM 戦闘機であり、これを唯一の戦闘機として87機保有している状況にあった。もともと、オランダ空軍では、合計で213機に上る F-16 ファイティング・ファルコンを調達していたが、現在の87機は、その中から AM、BM 仕様に近代化改修が施されたものであり、国や空軍の規模からすれば、その総数の多さが目につく。オランダ空軍では、F-35 ライトニング 2A 型の導入にあたっては、保有する F-16 ファイティングファルコン MLU、AM、BM 戦闘機87機と、ほぼ同数の85機の調達を計画していたとされ、予算上の制約もあってか、そこまでは至っていない。現在の計画では、オランダ空軍は、46機の F-35 ライトニング 2A 型が揃う2024年に、現行の F-16 ファイティングファルコン MLU、AM、BM 戦闘機全機を退役させる予定であり、単純な機体数としては、減少となるものと思われる。そんなオランダであるが、同国空軍が戦闘機として、これまでは、F-16 ファイティングファルコン MLU、AM、BM、今後を F-35 ライトニング 2A 型の導入としているのは、西側のヨーロッパの国独自の制約が最大の理由として挙げられる。これが、ヨーロッパの NATO、北大西洋条約機構加盟国において、自国で、独自に核兵器を保有していない国が、アメリカが提供する核兵器の運用を課せられたニュークリアシェアリング戦略であり、準拠すべき義務である。これは、
かつての旧ソ連や、その軍事同盟であったワルシャワ条約機構が有する核兵器に対し、それに対抗すべく定められた戦略であり、具体的には、オランダほか、ドイツ、イタリア、ベルギー、トルコが、アメリカの提供する核兵器を運用するものだ。オランダ、ドイツ、イタリア、ベルギー、トルコの5カ国は、1960年代に、開発された航空機運用型の小型戦術核爆弾である B61 の提供をアメリカより受けており、これを運用可能な航空機を配備することが義務付けられている。小型戦術核爆弾 B61 を運用可能な戦闘機は、いわゆる第4世代の機体では、F-15E ストライクイーグル、F-16 ファイティングファルコン、F-A-18 ホーネット、F-A-18E、F スーパーホーネット、トーネード IDS に限定されていた。また、いわゆる第5世代戦闘機においても、F-22 ラプター、F-35 ライトニング2に限定されるため、オランダ空軍が調達を行う戦闘機は、これらの中から選択することになり、F-16 ファイティングファルコン、続いて F-35 ライトニング2が選ばれたと言える。1960年代に開発された小型戦術核爆弾 B61 は、さすがに半世紀以上前の兵器であるため、最新型の F-35 ライトニング2への実装を、機械に、もっと12型と呼ばれる新型へと進化しており、誘導を含む兵器としての確実性の向上が図られたものとなっている。こうして改良された小型戦術核爆弾、B61 モッド12型は、2014年2月に行われたテストが成功したと、アメリカの国家核安全保障局、NNSA は発表しており、ニュークリアシェアリング戦略の維持を含めて、対外的な影響力を保っている。ニュークリアシェアリング戦略に対して、オランダ、ドイツ、イタリア、ベルギー、トルコの5カ国は、これまで、ドイツ、イタリアが、トーネード IDS、オランダを含み、ベルギー、トルコが F-16 ファイティングファルコンで対応してきた。これを更新する時期を迎え、ドイツ以外の国々は、オランダを含め、一様に F-35 ライトニング 2A 型を選択することになったわけだが、トルコのみは、ロシアからの S-400 地対空ミサイル調達の強行で、宙に浮いた形にはなっている。ただし、このトルコという例外を除けば、ニュークリアシェアリング戦略を、トーネード IDS で実施してきたドイツは、F-35 ライトニング 2A 型を後継機とすることを、政治的に良しとできず、ユーロファイタータイフーンでの代替を模索してきた。しかし、アメリカ軍が、未使用のユーロファイタータイフーンには、小型戦術核爆弾、B61 モッド12型の実装の目途は立たず、ドイツは、妥協案として、F-A-18E、F を30機ほど調達して、対処を機とするも、これも不可能となり、苦境に陥っている。これは、アメリカの国家核安全保障局、NNSA の判断で、F-A-18E、F への小型戦術核爆弾、B61 モッド12型の統合が行われなくなったためであり、アメリカ海軍の現行の主力戦闘機である、同機では核兵器運用を行わない方向性が再確認されたものだ。すでに、1991年から、アメリカ海軍としては、航空母艦艦載機の F-A-18E、F による核兵器運用は実施しておらず、その任は戦略型原子力潜水艦が担っており、かつ戦闘機であれば、新規に調達中の F-35 ライトニング 2C 型へ統合済みであるためだ。これまで、政治的に、ユーロファイタータイフーンの活用を訴え続けてきた、ドイツではあるが、ここに来て、ニュークリアシェアリング戦略の義務を果たすには、
F-35 ライトニング2A 型の採用しかない状況に追い込まれてしまったと言える。ドイツは、前メルケル政権の残した、こうした経緯をすべて金繰り捨てて、F-35 ライトニング2A 型を採用するための検討を、現ショルツ政権が開始したと見られているが、第6世代戦闘機の FACS 計画を合同で進めるフランスとの折り合いが注目される。すでにイタリアをはじめ、一部からは、イギリスが主導するテンペスト計画とファーカス計画との集約化を目指すべきとの声も出ている中、ドイツの選択が F-35 ライトニング 2A 型に落ち着くのかは、予断を許さない展開だと言えそうだ。日本の次世代戦闘機開発でも、機関部にイギリスのロールス・ロイス社が参画することが明らかとなっているが、そうした第6世代戦闘機開発を占う上からも、ドイツの今後の戦闘機調達の行方が影響を及ぼすことは間違いないだろう。